カープライムナビゲーターの川西圭介です。今日はメルセデスベンツ E350DE アバンギャルドスポーツを紹介します。 E クラスで、メルセデスのまあミディアムクラスと言っていいでしょうね。コンパクトな方から A クラス、B クラス、C クラス、そしてこの E クラス、そして上には S クラス、などありますけれども、もともとはミディアムというぐらいで、まあ、中間的なグレードだったんですが、今はねややこうプレミアムな、サルーンということになります。メルセデスというとね、一番特徴的なのはやはりこの3ポインテッドスターと呼ばれるねエンブレムとか形が3ポインテッドになるわけですが、もともとはここにねエンブレム、こう立体的なですねエンブレムがそびえてたことをねイメージされるとか覚えてる方も多いと思うんですが、今はもうそういう形ではなくなってます。まあ、これはまあ、ごく単純に安全性を考慮してここに突起物をまあつけないということで、まあこうボンネットにね埋め込まれるようになってるんですが、このグリーンにですね非常に巨大な3ポインテッドスターが収まっていまして、まあここにはね今はこう安全装備のためのこうレーダーですとか、まあそういったものが逆にこう収められるようなスペースにもなっていますね。これはですね最初は1985年に発売されています。W124 というコードネームのモデルですね。ただこの時はまだミディアムクラスというふうに呼ばれていまして、正式に E クラスと名乗るようになったのは2代目の W210 と呼ばれるモデルからですね。そしてこの現行の E クラスは2016年に発売されています。5代目の、ね、W213 系ということになるんですが、そしてこの今回のディーゼルのプラグインハイブリッドモデルは昨年2019年にまだね追加された、ばかりですね。2リッターのディーゼルエンジンに電気モーターを組み合わせたプラグインハイブリッドモデルになっています。まあ、エンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッドなんですけども、そこにプラグインなんで要は電源コードをつなげて、チャージすることができます。そうすると何がいいかというと、要は普通のハイブリッドっていうのはこうねエンジンを動かしてこう電気を貯めるわけですけども、外から充電できるのでより EV 要は電気自動車に近いモーターだけで走れるようになったり、まあ、そういうことができるようになります。ではハイブリッドとプラグインハイブリッドがどう違うかというと、まあ、いわゆる通常のハイブリッドは、エンジンを動かしてそれでまあ電気をねバッテリーに貯めていくわけですけども、プラグインハイブリッドというのはまさにそのプラグインなんで、ここにねバッテリーのソケットがありまして、これをカチャッと入れてもう片っぽをコンセントにつなぐことで直接コンセントから充電できるので、より、まあ、EV 的な要はモーターだけで走るようなモードで使えるようになるということで、まあごく簡単に言えばですね、そのハイブリッドカーと EV のまあちょうど中間ぐらいということになると思います。そして今回この E350DE の新しいところはこのディーゼルエンジンにプラグインハイブリッドを組み合わせたというところなんですね。今までも、ガソリンエンジンのプラグインハイブリッドというのは、ね、日本にも、まあ、プリオスをはじめいろいろあるんですけども、ディーゼルとプラグインを組み合わせたのは、日本では初登場ということになります。つまりディーゼルというのはもともと燃費という意味でガソリンエンジンに対してアドバンテージがありますから、特にヨーロッパではもともとはハイブリッドよりむしろディーゼルの方がねこういわゆる環境性能的に重用されてきたんですが、まあ、そういう意味でもともと燃費性能のいいディーゼルにプラグインのハイブリッドを組み合わせたということで、まあ、おそらく、メルセデスが考えるピュア EV になる手前の、まあ、最適解というのがこのディーゼルのプラグインハイブリッドモデルということになると思います。全長は4923mm、 全幅が 1852mm、 そして全高が 1475mm になっています。ホイールベースは 2939mm ですね。デザインなんですが、2008年からダイムラーエイジのデザインを率いています。センシュアルピュリティという哲学を掲げていまして、まあ、これは何かというと、まあ、センシュアルというのは、まあ、感覚的にとかですね、まあ、そういう造形の美しさ、そしてピュリティというのはピュアさ、純粋さですね、まあ、この2つを大きなキーワードというふうに掲げて全車に統一されたデザインを与えています。ざっくりと言うと従来のメルセデスに比べてすごくスポーティーになっていて、まあ、もっと簡単に言うとおしゃれになっている、まあ、かつてのメルセデスというのは質実剛健と言われましたけど、もう非常にいい車なんだけども真面目で、まあ、どちらかというとそのいわゆる格好のためのデザインというのは、まあ、二の次というか、
それよりもやはり機能自体がデザインであるという考え方に基づいていたと思うんですが、やはり今のメルセデスはそれを超えて、やはり造形の美しさ、スタイリッシュさというものにこだわっているなというのが、まさにね、その CLS が出た頃から感じられます。ですから一昔前は実はベンツっていうのはこう僕らにとってもおじさんっぽいとか、なんかこう上がりの車なんていうイメージがあったんですけど、今はですねかなりイメージ変わってます。例えば若い子なんかに聞いても、メルセデス・ベンツってかっこいいですよねとか、こうスポーツカーですよねみたいなことを、僕もよく聞くので、あ、なんかね、逆に僕らの世代のその先入観を少し取り払って、もうメルセデス・ベンツを今見なきゃいけないのかななんていうふうに、思ったりもしますね。この E350D アバンギャルドスポーツ AMG の外装のパッケージが、ね、装着されています。具体的にこのフロントのホイラー周り、それからサイドのスカート、リアにもねエアロパーツがありますが、そういった AMG のスポーティーなエアロパーツがついているのが外装の特徴です。はい、室内を見てみたいと思います。やはり目に飛び込んでくるのがこのシートですね。なんかね、こう E クラス、このサルーンにはね、ちょっとあれって意外なほどスポーティーなシートですね。まあこれはアバンギャルドスポーツというこうグレードだからなんですよね。アイドサポートのこう張り出しがかなりがっちりしてるのが分かりますね。ホールド性が高いですし、メルセデスはね、こうGがこうかかったりするときにここにねグッとこう力が入ってですね、まあ、乗ってる人が分かるんですけど、横からこう押さえてくれるような、まあ、そういう装備もありますね。表面にはこのナッパレザーを使用しています。非常にね、まあ、ステッチなんかももう凝ったステッチが入ってますね。ちょっと座ってみましょう。はい、今ねドアがバシッと閉まりましたが、やはり座ってみてもかなりホールド感のあるですね、シートになっています。包み込まれる感じですね。まあ、ハンドル、そしてその奥にですねメーターパネルがありますが、これはですねいわゆる 12.3 インチの液晶がダブルです。まあ、2枚こう入って横長のですね、もうあの巨大な iPad みたいな感じになってますが、ここにメーター関係からインフォテインメント系の情報が、まあ、シームレスな感じでつながって表示されます。室内はですね、そうですね、こうレザーとそしてウッド、いずれもですねカラーは、まあ、黒というか、グレーですね、統一されてましてスポーティーです。まあ、上品というか上質なんですけれども、ね、この色がこうグッとシックに抑えられてるんで、全体としてはかなりスポーツカー的なですね雰囲気を感じさせますね。ではエンジンをかけてみましょう、ね、ダッシュボードのボタンを押します。はい、今ねこれ始動したんですけどエンジンはかかりませんね。今こう電気モーターがスタンバイした状態になっています。インフォテインメント系のパネルはこちらですね。でこれがまあ全体でこう2枚の液晶がですね一続きになって、非常にこう見やすい液晶パネルになっています。操作系が非常にシンプル。その一つの象徴はここにですね、いわゆるシフトレバー、ギアセレクターがありません。これはもう A クラスからね S クラスまで全て共通なんですが、じゃあどこにあるかというとここにあります。これで、ね、ドライブ、リバース、パーキングはここを押します。要は、昔はねこう左手でガチャガチャ、やっていたシフト操作は今もうこのレバーだけでやるのがメルセデスの流儀です。僕なんか古い人間なんで、ちょっとここにシフトレバーがないのが寂しくもありましたけども、まあ、結局ほとんどもう車走り出すと今シフトレバーって触らないので、まあ、ここにあって、しかもハンドルから、ね、ほぼ手を離さずに操作できるというのは、まあ、非常に合理的だとも言えます。そしてマニュアル操作をしたいときにはですね、ここの、パドルがついていますので、ここでパドルで変速をねすることができます。では今までこのシフトレバーがあった位置、ね、ここには何があるかというと、これも、メルセデス基本的に全て共通してますが、まあ、ここにですね操作するための、この、スイッチがありまして、これはねいわゆるパソコンでいうとトラッグパッド的な、ここでこうやってですね指でこう触ることで
いろんなことを操作できます。例えばこのダイナミックと書いてあるのは、これは走行モードの切り替えなんですけどもね、これはまあ標準的なものがこのコンフォート、それからよりまあ燃費というかねに振ったエコモード、それからこれがスポーツモード、そしてスポーツプラスモード、よりネモはスポーティーになります。そしてインディビジュアルモードは、これは自分の好みの設定ができるというモードですね。はい、これはスポーツプラス、この、ね、赤い色がこの、ね、アグレッシブな感じを表現していますが、それからこれがスポーツ、これイエローになりますね。それからコンフォートモードはブルーですね。そしてエコモードはグリーンですね。まあ、このようにですね、モードを切り替えるとこちらのセンターのパネルにもそのような表示がされます。このね、バッテリーのグラフィックのボタンを押すと何が変わるかというと、はい、今度はメーターパネルの方、じゃあ下から見ましょう。このチャージモードというのはバッテリーに、電気をまさにチャージ充電する、 e セーブモードというのは、電気をなるべくセーブ、ね、使わないようにして走らせるモード。 e モード、これはいわゆる EV 走行ですね、エンジンを使わずにバッテリーだけで走るモード。そしてハイブリッドモード、これがまあ通常のまあレギュラーモードということになります。もうまあ定番的な機能なんですが、このまさに椅子の形をした電動パワーシートのコントロールスイッチ、これを押せば後ろに下がり、こうやれば前に行きですね。そして、背もたれはこれで角度を調整できますし、ヘッドレストの高さもこれで調整することができます。座面はこれですね。要はこの非常に直感的、見たままに操作できる、今で言えばごく当然と思われるかもしれませんけども、こういったものを車のシートにね備えたのもメルセデスが最初ですね。だからまあメルセデス・ベンツはすごい人間工学をもう徹底的に研究していて、人そのものを、研究している企業、そういったものがこういったところにでもですね脈々と受け継がれています。はい、後席に乗り込んでみたいと思います。ね、まあ、E クラス、まあ、これはね、ミディアムサイズのセダンなので、後席の居住性はまあ十分という見た目にも広々していますね。実際座ってみましょう。思いのほかこのフロントシートが薄いっていうか、いや薄くはないんだけど、なんかすごくねここをシェイプされていてですね、空間があるんですよね。ちょっと足は入りにくいとか、やや狭めですね。ですけど、まあ空間的には、十分なので、まあこう狭い感じはしませんね。ウィンドウもそうですね、この高さもですね、割とこのラインが高くて包み込まれ感があるんですが、ね、でも、不思議とね、こう開放感ありますね。そしてナッパレザーのシート。これは、なんかこうふんわり柔らかく包まれるという感じの乗り心地ではなくてですね、非常に、ある意味硬い、しっかりとこう体を支えるタイプのシートですね。もちろん、5人乗りでありまして、ね、ヘッドレストもちゃんと真ん中の部分も備えてるんですが、形状的にはどちらかというと、まあ、4人乗りというか後ろに2人を、ね、しっかり、快適に座らせるという方向のものですね。そしてこの車にはオプションのねサンルーフも装備されているので、ここを開けてみるとですね、はい、上からのね明るさ光も注ぐので、まあこのオプションはどちらかというと後ろに人を乗せる機会の多い方はね、これをぜひつけるといいんじゃないかなという気がしますね。はい、トランクルームを見ていきたいと思います。このようにね、シートバッグが倒れてトランクスルーが可能です。はい、はい、このようにね開けるとトランクからこのリアシートまでですね長いものも詰めるんですが、ただしここにこの、ね、出っ張りがある、これはですね、まあ、ハイブリッドモデルということなんで、ここに、ね、バッテリーを積んでいるので、この段差はちょっと致し方ないところなんですが、まあ、ここは開くと開かないでは荷物を積むときに大違いですね。まあ、荷室でね、まあ、この E クラス、まあ、唯一の泣きどころと言えるかもしれないのは、やはりこの段差ですね。まあ、これなんでこうなってるかというと、ここの下に、バッテリーが入っているので、まあ、致し方ないんですが、ちょっとこの、ね、サイズのセダンからすると荷室というのは、
まあ、かなり狭くはなってしまいます。そこは、ね、承知しておきたいところですね。そしてこの床下収納にはですね、はい、バッテリーのチャージャー、これをこうパシッと引くとシートが倒せると。こちらもそうですね、こちらをこう引くとシートが倒せるというふうになっています。この E350D アバンギャルドスポーツは、2リッターのディーゼル直列4気筒ターボと、電気モーターを組み合わせているんですが、エンジン単体でいうと、最高出力は194馬力、そしてシステム全体でいうと306馬力を発生します。そして注目すべきは、まあ、このトルクなんですけれども、そのエンジンと電気モーター合わせたシステムの全体のトルクはなんと700ニュートンメーターというですね、もうめちゃくちゃなバカ力というかですね、非常に強大なトルクを発揮しますね。今実際にこう走らせてみるとですね、まあ、まずそのディーゼルエンジンの静かさというのが非常にこう、まあ、驚くというですかね、印象的ですね。これ不思議なものです。先ほど車の外から特にボンネットを開けて、まあ、エンジン音を確認していると、意外とこのディーゼル特有のカラカラガラガラした音がするんですが、まあ、ボンネットを閉めるとそれがね、かなりその音が軽減されて、そしてさらにこの室内に入るとそのエンジン音というのが、まあ、ほとんど聞こえなくなります。つまり相当このね、ボディによって遮音されているというのが分かりますね。ディーゼルエンジンを回して走っている状態でもね、あのこうエンジン音をうるさく煩わしく感じるというのはないですね。むしろ今この静かな車内に空調のね、さーっと風が吹き出す音の方がですね、むしろこう気になるというか聞こえてくるぐらいですね。そのタイヤからのロードノイズも非常に低く抑えられていますね。エンジンとね、電気モーターを組み合わせながら走ってるんですが、こう今みたいにいわゆるコースティング、こう一定の速度アクセルをオフにして、これ今軽い下り坂になってるんですけども、こういう状態で今アクセルをオフにするとエンジンは止まってですね、逆にちょっとこうエンジンブレーキというのかな的な、抵抗感をこう感じるんですけども、これはね、要はこの今の減速パワーを使ってブレーキ、あのエネルギーを回生して、つまり電気を、ね、発電してまたバッテリーに戻しているということをしているのがね、感じ取れますね。はい、そして今アクセルをまたちょっと入れると、今このエンジンがですね、始動して加速するんですが、この時に今エンジンがかかったぞっていう感覚がね、ドライバーにはほぼないですね。それぐらいこのエンジンとモーターの協調制御というか、いつエンジンがかかっていつエンジンが、停止してるか、これはね、この、まあ、変な話で言うと目をつぶって運転してたら全く分かりませんね。要は今こう目に入ってくるメーターパネルのタコメーターのがこう動くので、あ、今エンジンが回ったなとか今エンジンが止まったなというのを分かりますが、その視覚的に入ってくる情報を除けばですね、体で感じている部分ではエンジンが始動したあるいは止まったというのはですね、ちょっとなかなかよっぽどね、こう神経をそちらに研ぎ澄ませていないと感じることはできません。それぐらい、ハイブリッドの制御というのは緻密に、非常にセンシティブに行われているということですね。E モードにしてみました。これはね、要はエンジンを使わずに電気モーターだけで走らせるモードですね。あのね、正直言ってあの先ほどまでのハイブリッドモードと体感的にはあまり違いを感じられないんですね。これは逆になんていうかというと、このハイブリッドモードの時にエンジンと電気をね、こう、使い分けてるのが非常にうまいので、それとこの EV 電気モーターだけになった時のモードのこう違いが運転してるとちょっと感じ取れないぐらい、逆にハイブリッド制御は非常にいいですね。ただもちろんこの
ね、E モードにすると、まあ、いわゆるエミッション排出ガスがなくなりますから、まあ、基本的にこれで走り続けられる限りはこの E モードで走るのが、まあ、環境のためにはいいと思いますね。ちなみにあの、まあ、カタログスペック的に言うとですね、まあ、この、モデルで電池だけで、電気だけで約50キロ走行が可能ということなので、まあ、これはカタログスペックということなんでね、実際は、まあ、いろんな走行モードの中でその50キロフルに電気で走るのは、まあ、できないとしても、普段1日の、ね、車の使用距離が、まあ、20キロとか30キロという方であれば、エンジンを使わずに電気だけで走ることができます。そしてね、これは、まあ、プラグインなんでコンセントから充電ができるので、ちなみに家庭で設置できる、ね、200ボルトの電源がある家であれば 1.5 時間で満充電ができます。まあ、それがなくていわゆる100ボルトのごくごく一般的な家庭用の電源からチャージするという場合でも、まあ、5時間で満充電ができるので、まあ、使い方のパターンで言うと、まあ、例えば日中、ね、フルに EV で使って出夜自宅でチャージをしておくと、そうすると、まあ、朝までには当然満充電になってますから、また翌朝からこの EV として使うというサイクルができるのであれば、つまり1日の走行距離が、まあ、50キロ以内の方なのであれば、基本的にはほぼほぼ EV 電気自動車として走り出せることができますね。ディーゼルですからもともと燃費がいいですし、まあ、その燃料費も安いですから、非常にその、まあ、燃料代だけを考えたランニングコストというのはコスパが非常に高い車でしょうね。今までのかつての、ね、EV っていうのはやっぱり乗った感じも EV っぽいっていうか、なんだろうな、なんか自動車的ではない、もうちょっとなんでしょう、ビークルというか、うん、なんかそういうね、まあちょっと例えが違うかもしれませんけど、ちょっと地に足のついてないというか、なんか現実味のない、なんか どっかふわふわしたようなね、あのフィールがあったんですけども、ね、電気モードで走っていてもすごくですね、まあ、自動車的でありますね。はい、そして今度はチャージモードを選んでみましょうかね。チャージモードというのは基本的にはなるべくバッテリーに電気を貯めるということなので、まあ、どちらかというとエンジンを使う、まあそうですね、今ほぼほぼエンジンを使って動いてますね。そして今このメーターの右側にね、このチャージの度合いを示すメーターもありますけども、逆にこうエンジンを踏み込んだり一方減速してこの回生するときは、このねバッテリーに今電気を貯めてますよという表示がなされていますね。今メルセデスの最新の安全自動運転系の装備は備わっています。乗り心地はね非常にいいですね。特にこのまあバッテリーを積むということで、ね、車重もありますので、その車両重量の増加が乗り心地にとってはいい方に作用している感じがします。要はかなりこう重厚感のある、まあ、E クラスはね、まあ、ミディアムサイズのセダン、ということになりますが、さらに、まあ、大きなサルーンに乗っているような重厚感のあるそのライド感覚というのは、おそらくこの、ね、バッテリーを積んでいるプラグインハイブリッドモデルだからこそと言えるんではないでしょうか。これだけ静かならまた音楽もね聞いてみます見たくなりますよね。ね、まあ、非常にですね、高級なハイクオリティなサウンドシステムを積んでますので、この静かな車内で、ね、ゆったりとこう音楽を楽しむ、ね、まあ、そういう意味でもすごいこう、まあ、極上な車室内空間と言えますよね。